皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、9月12日、10時28分、この間の、サッカー日本代表、バーレーン戦で、5対0の勝利おめでとうございますと。で、点数がどういうふうな配分でそうなったのかが大体分かりました。9月11日にバーレーン戦だったと思うんですけども、9月10日に阪神タイガース対横浜 DeNA 戦の試合があって、横浜 DeNA 戦側について、勝ちに行ったんですけども、まあ5点差で負けてると。で、その5点が多分いってると思います。で、さらに、そのバーレーン戦の後、その5点差が、まあ、なぜかソフトバンクの方に行ってると。まあ、こういうふうな、仕組みでした。で、今年ソフトバンクが、まあ、これ、サッカー界とプロ野球界の方たちへのメッセージなんですけども、まあ、阪神タイガース戦、横浜 DeNA 戦の時のその僕の状態っていうのは、僕の動画でスポーツ界へのメッセージのところで、まあ、9月10日の阪神タイガース戦、横浜 DeNA 戦で述べてますので、まあ、それ見てもらったらいいと思うんですが、まあ、その、著作権の関係で、ソフトバンクに関する動画が、まあ、ブロックされてた状況があって、でまあ、それによって今年ソフトバンクが首位快走した可能性があります。で、それについてはまあだいぶ前から削除しているのと、あの世の中には公表確かされてなかったと思います。されたとしても1回だけだったと思います。だからまあそれが見合うのか見合わないのかっていうところが、あるかと思います。というわけで、サッカー日本代表の選手の人たちも、胸中複雑かもしれませんけども、まあ、とりあえずは、勝てて、それは良、かったんですけども、まあ、横浜 DeNA 戦、まあ、横浜 DeNA の方たちには大変申し訳ないことをしたなと、それとあと、まあ、その今年横浜 DeNA が優勝する番だということを公言して、今シーズン始まってますので、これで横浜 DeNA さんが優勝できなかったらという部分で、私としてもかなり、まあ、世間体といいますか、と言いながら阪神タイガース側についてたんだろうだとか、そういうふうに見られてしまうんじゃないかなと思います。まあ、いろんな意味でですよ。その2日前のその動画を見てもらったら分かると思うんですけども、試合開始の当時から。で、まあ、一応まあ、得点の行き方っていうものが、まあ、分かりましたということで、お伝えしておきました。以上です。